宝箱だぜ。 仕方ない。開くための仕掛けがないか探してみよう。よーし、怪しいものを片っ端から叩いてみるわ。ユファさんが叩いたら全部こ、これでシャドウタイム、シャドウタイム、何かあるぞ。 何かあるぞ。
この部屋も広そうですね。アドル君、また壁画があるわ。なんとなく不気味な絵ですね。古代種、いや巨大なムカデか。百年戦争前のレリーフにしては妙だな。ああ、さっきの壁画と比べても妙に写実的っつうのか。今にも動き出しそうな迫力がありやがる。今のはこれって何の音ですか。ああ、一体何が襲ってくんだよ。ああ、一体何が。こいつ、毒をまいてやがるのか。このままじゃ、みんな、階段を登って。何なのかしら、もう。頂上に着いたね。やだやだ、怖い。久々に楽しませてくれるじゃねえか。敵も消耗しているようです。
辛抱強く続けましょう。シャドウダイブを使って外側に逃げよう。
見慣れない器具が並んでるね。何か実験でも行ってるのかな。か、監獄で何の実験をしてるんでしょうか。ちょっと不気味ね。アネモナちゃん、どうかした？あ、いえ、すみません。少しぼーっとしていたようです。大丈夫なの？病気ってわけじゃ。いえ、私人形ですから病気には。なんだ君たちは。怪しい奴らだな。一体どこから入ってきた。ああ、てめえこそなんだ。待ってください。その人は監獄の人に見えません。一人だけのようですね。周囲に他の気配もない。そう、父さん。あんた父さんだろ。ジュール、まさかジュールなのか。ジュール君。ジュール。やっぱり父さんじゃないか。ジュール、お前足が、病状がかなり進んでしまったようだな。どうやらよかったです。ですがお父様は監獄に捕まっているという話では。そうさ、こんな場所で何やってるのさ。母さんだってどんなに父さんのことを心配しているか。父さん。そうか、君たちが怪人なのか。私の名前はスミノフ・ノア。かつて町で医者をやっていた男だ。へえ、かつての名医様がこんな場所で一体何してんだ。見ての通り、ここである実験を手伝っている。手伝っている。一体何の実験なのさ。こいつは俺の勘なんだが、実験と聞いて思い浮かべねえか。この監獄で見てきたありえねえ奴らの存在をよ。そうか、地下墓所のムカデを倒したのは君たちか。父さん。前にやり合った古代史とやらも同じ類だったりするのか。まさかだってどうしたらあんなものを。かわいい息子の病気より大事なことらしいからな。父さんは聖国騎士団と関係があるの。聖国騎士団。やはりそういうことになりますか。君たちはまだ真実の一端を垣間見たに過ぎない。だがこうして監獄の謎を探り続けるつもりならば、全てを知った時過酷な選択を迫られることになるだろう。それって以前にアプリリスさんが言ってた。同じようなことをシャトラールもほざいてたぜ。
赤の王、聞いていた通りの男か。だがこれ以上君たちに話せることはない。そして私は目的を果たすまでここから帰るわけにはいかんのだ。あんたは本当に勝手だよね、僕を。僕を本当の家族のように迎えてくれて感謝してたんだ。本当の家族？それなのに急にいなくなって僕を母さんに押し付けて。僕がいらなくなったならそう言えばいいじゃないか。ジュール、お前。母さんがどんな思いであんたを待ってるか知ってるの？世間じゃ子供の病気一つ治せず見捨てた医者の妻と蔑まれて、それでも父さんが戻ると信じて家は手放したくないって。母さんがどれだけの苦労をしてきたと思ってる。人の人生を何だと思ってるんだ。邪魔者の僕はどうせもうすぐいなくなるよ。せめてあんたを力ずくでも母さんのところへ連れ戻してやる。乱暴はやめてください。そっか、分かっちゃった。棺桶ノートに書いてある残った最後の項目。私は監獄を出るわけにはいかん。今までのことを無駄にしないためにも。ジュール、会えて嬉しかったぞ。父さん。217号。なるほど、やはり君がアドル・クリスティンか。君たちは少しずつ確信へ迫りつつある。こちらへ足を踏み入れる気ならくれぐれも気をつけたまえ。すまないが息子を、ジュールをよろしく頼んだよ。消えてしま…一体何が起きたの？状況から察するに逃げられたようですね。やれやれ、普通じゃねえな。な、分かってる。ジュール君。ですが収穫はありました。この監獄で魔物や古代種に関わる何らかの実験が行われていること、それがどうやら私たちの呪いと関係していること。ジュール君のお父さんが誰かの手伝いをしていることも。でも一体誰のこと？それは話の流れからそいつが全ての首謀者って可能性もあるぜ。アプリリスさんとシャトラールさんの共通の知人、その人の可能性はないでしょうか？確かにつながりそうな気がするわね。高潔と名高い我らが団長殿は何を企んでるんだか。アドル君、
ンデリオンに戻らない？いろいろあったから一旦整理した方がいい気がして。そうですね、それがいいかもしれません。そうと決まればここに長居は無用です。早速参りましょうか。なあ、さっきの話。監獄がロムンの守備隊から聖国騎士団の管轄に移った話か。ベルガー監獄長の体調不良による一時的な措置らしいな。以前ならおかしな話ではないが、騎士団も妙な噂が絶えないからな。そう、地下区画には俺たち監守が立ち入りできない区画があるよな。そこで妙な実験をやってるって話も聞かされたんだ。妙な実験ってどんな実験だ？そこまではわからない。わからないことを悩んでもこれ以上はわからんだろう。確かに不安になるようなことが続いてはいるが、だからといって仕事をおろそかにしていい理由にはならんぞ。分かってるよ。分かってるならさっさと行く。
ここで一息つこうか。ありがとう。どうした？眉間にシワなんか寄せて、冴えない顔がもっと冴えなくなってるぞ。
くアドル、見つからないように注意しろよ。
宝箱だ。
宝箱だ。おかげさまでね、助かったよ。それにしてもかっこ悪いな。息巻いて飛び出してきたのに力及ばず助けられてしまった。アドル、禁区に忍び込んだ時の話だけど。聖国騎士団がロムンとことを構えようとしているのは明白だ。いや、あの団長はそれ以上のことを考えている気がするよ。僕の役割を果たさなければならないようだ。僕自身が利用されないためにも。少しずつ思い出してきたんだ、自分がなぜここにいるのかを。僕は祖国を守るために存在している。あの不遜で貪欲で大いなる矛盾をはらんだ我が祖国をね。それって、いや、前にも言ったけど、僕はロムン帝国の出身だよ。ロムンは知っての通り、エレシア大陸の嫌われ者さ。各地で侵略戦争を繰り広げ、大陸中にその版図を拡大してきた。海を渡って南のアフロカ大陸に戦火を広げようとしたこともある。そして今このグリアも属州としてその支配下に収めている。その復讐なのかもしれないな。シャトラールは僕を支配下に置き利用するつもりなんだと思う。あとは想像にお任せするよ。とにかくこんなことに君を巻き込むわけにはいかないんだ。ええ、その恩を今ここで返してくれるってこと？入ったな。期待していたのは僕の方か。分かったよ。それじゃあ僕が君の脱獄に便乗させてもらおう。それぞれの目的のために一時的な共同戦線ってわけだ。
こちらこそだ。まさか自分がこんな気持ちになるなんて、本当の僕が知ったらきっと驚くよ。ここはかすかだが風が吹き抜けている。外に繋がっているみたいだ。どうやら地図が示している脱出路はこの先みたいだね。ああ、賛成だ。監獄からの追手が迫っている可能性もあるからね。Thank you.
するか。腕の見せどころ、これで完成だ。よし、どうだ。よし、これで完成だ。お疲れさん。待ってくれ。
らっしゃい。大事に使ってね。他にもお大事にね。
頼まれました。またいつでも言ってください。